はい、皆さんこんにちは。ついにカナダの2020年のワーキングホリデービザの募集が開始されました。カナダのワーホリビザの申請の大まかな流れとしては、まずは応募、そして当選した人から順番にビザの申請に進めるといった感じで、その後指紋と顔写真の提出、いわゆるバイオメトリクスの登録、そして最終許可証、これがビザの引き換えですね、の受け取りとなります。今回の動画ではまずは応募の仕方を実際の画面を見ながらどのように進めるのかを解説していきたいと思います。はい、まずはカナダの移民局のウェブサイトを開きます。 Google などで IRCC というキーワードで検索していただくとおそらくトップに出てくると思います。こちらですね。利用する検索エンジンによってはもしかしたらトップに出てこない可能性もありますので、一応概要欄のところに移民局のウェブサイトの URL を貼っておきます。それではこちらリンククリックですね。はい、このページが移民局のウェブサイトのトップページとなります。ここから下にスクロールしていただくとサービス&インフォメーション、その中にある、ワーク、こちらをクリック。はい、こちらワークインカナダというページで、この下にスクロールすると、トラベル&ワークインカナダ as a youth というリンクがありますので、こちらをクリック。はい、このページが、カナダのワーホリに関するトップページということになります。前回の動画でもお話ししたんですけれども、カナダのワーキングホリデーというのはインターナショナルエクスペリエンスカナダ、通称 IEC というプログラムの中のカテゴリーという位置づけで、日本人以外の国籍の人の場合は他にもヤングプロフェッショナルス、インターナショナルコープなどが利用できます。それらの情報もすべてこちらのページに詰まっているので、逆に日本人としては余計な情報があり分かりづらいかもしれません。とりあえず中を見てみましょう。下にスクロールしていただいて、この中のHow to participate in IEC はどのように IEC に参加するのかというリンクですね。こちらをクリックしてみましょう。こちらのページには IEC に参加するための方法がステップごとに解説されています。このステップにある Create a Profile、これが今回の目玉、応募に関する説明ページとなります。まずはクリックしてみましょう。そして下にスクロールすると、How to become a candidate、候補者になる方法、候補者ってなんかちょっとピンとこないですかね、とりあえず応募する方法ですね。ということで応募方法がステップに分かれて説明されています。まずはステップ1、 Answer a few questions、これはですね、いくつかの質問に答え、応募資格をシステム的にチェックするといった内容ですね。そして次、ステップ2、コンプリート用オンライン IEC プロファイル、プロファイル情報、個人情報を登録する。そしてステップ3、登録した個人情報を送信、そして応募が完了という形になります。それでは実際にステップに沿って進めていってみましょう。一度上にスクロールして戻ります。はい、ステップ1、 Answer a few questions のところですね、いくつかの質問に答えて応募資格をチェックするといった内容です。ここにも書いてあるんですけど、質問に答えるためには2つのオプションがあります。1つは、アカウントにサインインして進める方法、もう一つはサインインせずに進める方法。これどっちでもいいんですけど、基本的にビザの申請はですね、アカウントを作成してそこから申請を完了しないといけません。ただ応募資格のチェックだけ行う、もしくはその後に、アカウントを作成して、リンク付けしてとかっていうふうにやれば、こちらサインインせずに進めてもいいんですけども、今回は、初めて申請する人が対象ということで、上のサインイントゥーアカウント、こちらから進めますね。このページがビザ申請のためのアカウントへのサインイン、または新規作成のページとなります。
まあ、おそらく今後応募してから最終許可証を受け取るまでに何度もサインインすることになると思うんですね。で、今回いろんなリンクをたどってこのページに来たんですが、まあ、次回からはもっとショートカットできますので、一応念のためこのページへの行き方を紹介しておきます。例えば、検索エンジンなどで検索するんであれば、キーワードとしては IRCC スペースアカウント。まあ、これだけでもおそらく、トップページに、トップに上がってくると思います。これをクリック。同じページに来ますね。もしくは、IRCC だけで検索すると移民局のトップページに行きますので、こちらから下にスクロールしていただいて、My Application、こちらをクリックすると、Sign in or Create an Account というリンクがありますので、こちらをクリックすると、同じページにたどり着きます。それでは実際にアカウントの作成をしてみましょう。こちらを見てわかる通り、サインインするためには2つのオプションがあります。1つは、GC キー。これはですね、カナダ政府のオンラインサービス専用アカウント。まあ、ガバメントカナダの略なんですけれども、もう1つがサインインパートナー。これはですね、銀行のアカウントを使ってサインインする方法です。まあ、ただこれで利用できる銀行っていうのは、オンライン認証サービスを提供するセキュアキーテクノロジーズ社が提携するカナダの銀行のみが対象で、まあ、現在日本にいる人はほとんど使えないと思いますので、まあ、最初のこちら GC キー、こちらを選択しておけば間違いありません。それではクリックしてみます。はい、このページがサインインの画面となります。まあ、すでにアカウントを持っている人は、こちらのユーザーネームとパスワードを入力してサインインします。もし、アカウントを持っていない人は、こちらの、サインアップのボタンから新規作成に進みます。まあ、今回は初めての人が対象ですので、こちらから、進めたいと思います。それではこちらのサインアップのボタンをクリック。はい、すると英語でずらずら書いたページになるんですが、こちらは、規約みたいなものなので、まあ、気にせず I accept、まあ、同意するをクリックして次に進みます。はい、すると、ユーザーネームの作成。まあ、ユーザーネーム何でもいいんですが、一応ですね、いくつかユーザーネームに使える文字にはルールがあります。一つは8から16文字以内。もう一つが特別な記号は使えない。そして数字は7文字以下になるようにする。ですね。で、まあもちろんですね、基本的には英語のみとなりますので、日本語は使えません。それでは実際に入力してみましょう。カナダビザガイド。これ何でもいいんですけど、まあ、自分の名前とか、まあ、数字を組み合わせたものとか、まあ、よく覚えやすいものにしてください。もし、エラーがなければこちら、チェックマークがつきますので、次に進みます。はい、続いてパスワードの作成です。パスワードの作成にもいくつかルールがあります。はい、8から16文字以内。ユーザー ID に、含まれる連続する3文字は使用しない。そして、有効なキャラクター図。まあ、これは半角英数字もしくは記号のことで、まあ、日本語などは使えないという意味ですね。で、小文字、大文字、数字を含める。まあ、これに沿ってパスワードを作成していきます。はい。ここで作成したパスワード、ユーザーネームもそうなんですけど、毎回ログインするときに使用しますし、あと申請後移民局からの連絡やビザの許可証が降りたとき、ログインしてそのメッセージを確認しないとならないので、必ず忘れないようにメモっておくなりコピーしておくなりしておいてください。もし忘れると後々とっても苦労することになるかもしれないので、それだけご注意ください。それでは先に進めます。はい、続いてリカバリークエスチョンズ。これはですね、先ほど設定したパスワードを忘れてしまった場合用の復旧用の質問ということになります。上から順番に入力していきましょう。一番上、リカバリークエスチョンズ。まあ、この中にある質問から自分に当てはまるものを選んで、まあ、どれでもいいんですけれども、それに答える形ですね。
今回は初めてのペットの名前にしておきます。ハチとその答えですね。で次、マイメモラブルパーソン、これは、記憶に残る人の名前、お母さんの名前でもお父さんの名前でも彼氏彼女の名前でも何でも結構です。今回は、アキヨとしておきましょうか。で、そのヒント、例えばお母さんの名前であればマイマザーズネームなどにしておきます。で次、マイメモラブルデート、これはですね、日付、記憶に残る日付、誕生日とかにしておいてもいいと思います。そしたらその下の、そのヒントはマイバースデーですね。はい、全部完了したら、次に進みます。はい、これで GC キーの作成は完了です。それでは次に進めます。はい、また規約みたいな画面が出てきましたので、これはまた同じようにI accept をクリックして、同意して先に進めます。はい、次 Create an account ということで、またアカウント作成のページって感じですけど、先ほど作成した GC キーっていうのは、あれはあくまでカナダ政府のオンラインサービス専用アカウント。今回のこのアカウントっていうのは移民局のビザ申請における専用のアカウント、要するに GC キーを使用してこの移民局のビザ申請用のアカウントにログインするというそんなイメージですね。ということで上から順番に入力していきます。一番上が、ファーストネーム、お名前ですね。はい、で次、名字、ラストネームですね。アーベット。で利用する E メールアドレス、はい、次ですけども、こちら、ランゲージですね、利用する言語、英語かフランス語か、どちらか、今回英語を選択しておきます。そして次へ、はい、次、Create your security questions ということで、質問と答えの組み合わせです。まずは自分で好きな、質問を作成して、それに対する答えを、作成すると。でその組み合わせを4つ作るといった内容です。で、ここで作成した質問と答えは、サインインするたび、もしくは、申請を完了するときなど毎回聞かれるので、必ず答えられる内容にしておいてください。で、質問と答えの組み合わせのルールとしては、まず質問に関しては10文字以上で、答えは3文字以上、それであれば基本何でも、内容は何でも構いませんので、必ず答えられる内容ですね。例えば自分の家族の名前を聞いたりするのもいいと思います。今回は家族の名前ということで進めていきますね。まず、お父さんの名前、次お母さんの名前、次、お兄さんの名前、そして、妹の名前、これ今回全然適当なんですけど、実際は、本当の名前を入力しておいた方が、忘れないと思うので、その方がいいと思います。はい、で大文字小文字は基本関係ありませんので、全部小文字にしておいても大丈夫です。はい、次完了したら、コンティニューで次に進みます。はい、これでアカウントの作成はようやく完了です。もし登録した E メールアドレスとか、変更したい場合はですね、こちらのアカウントプロファイルというリンク、これをクリックして、ここで、変更してですね、アップデートのボタンを押せば反映されるようになります。はい。それでは早速、ビザの応募ですね、を進めていきたいと思います。まずはトップページから、下にスクロールしてください。そうすると、こちら、Start an Application という項目がありますので、こちらの Apply to Come to Canada というリンク、こちらをクリックして、応募に進みます。
はい、そしてパーソナルチェックリストということで、こちらにパーソナルレファレンスコードの入力とあるんですが、これはですね、いくつかの質問に答えて応募資格をチェックするというステップを事前に行った人は、その時に専用のコードが発行されるはずなので、その場合はそのコードをここに入力して先に進めます。このビデオの最初の応募のステップに関してというところで説明したのが、まあまさにこれですね。今回このビデオで解説している通りに進めている人は、皆さんこのコードは持っていません。またそれ以外でも記憶にございませんという人は、下の、パーソナルリファレンスコードを持っていない人用のリンクから進めることができますので、今回はそちらから進めていきます。はい、下を見ると、まあ、ビジタービザとか学生ビザ、ワークビザ、まあ、ワーホリ以外のワークビザですね、などはこちらから申請を進めるんですが、今回はワーホリなので、このインターナショナルエクスペリエンスカナダ IEC というボタンからまず進めます。このページからが応募資格のチェックということで、これから何ページかにわたって質問に答えていく流れとなります。なるべくゆっくり解説しながら申請を進めていきますが、ちょっと早いなといった時は一時停止などしながら進めてきてもらえたらと思います。 PC の場合は動画がアクティブになっている状態で、スペースキーで一時停止のオンオフができますので、そういう便利なショートカットを使うなどして追いついてきてもらえたらと思います。それと申請の途中でブラウザが閉じてしまったり、エラーなどで終了してしまったとしても、もう一度ログインし直せば最後に終了したところから進むことができますので、焦らずゆっくり進めてください。それでは、先に進めていきましょう。まずは一番最初の質問、これはですね、パスポートの国番号なんで、日本人の場合は日本ですね、選択項目を表示させた状態で、まあ、マウスで選択してもいいんですけれども、キーボードの J を押すと、 J のところ、 J からスタートする項目だけが選択されますので、まあ、この中の JAPAN、JPN を選択した状態で Enter を押すと、選択されます。はい、続いて、現在の居住国、これはですね、今日本から申請している人は JAPAN を選んで、カナダから申請している人は素直にカナダと、答えてください。今回は日本からの申請を前提にしてますので、JAPAN を選択しておきます。はい、次、生年月日、まずは年、今回は1990年10月10日ということで進めます。はい、選択し終わったら次に進みます。はい、次の質問、今回、カナダの渡航または仕事探しにおいて、下記の期間、まあ、これ移民局の指定する期間なんですけども、これらの期間のサポートを受けますかと、まあ、そしてそのサポートを受けるその証明のレターを持っていますかという質問ですね。まあ、今回多分自分でビザの申請をしようと思っている人はおそらく関係ないと思いますので、まあ、ノーを選択してください。はい、そして次に進みます。はい、次の質問、あなたの永住国はどこですかということで、永住国って普段あんまり聞かないと思うんですけれども、普通に日本国籍で日本に住んでいる人は大体日本になるのではないかと思います。はい、また選択項目を出して J を2回押せば JAPAN が選択されますので、 Enter を押して決定して次へですね。はい、次の質問、今回、仕事の斡旋もしくはインターンシップを検討していますかという質問ですね。まあ、今回普通のあくまでも一般的なワーキングホリデーを検討している人は、まあ、おそらくここは関係ありませんので、ノーを選択しておいてください。はい、次へ。はい、次、こちらカナダ国内の雇用主から仕事やインターンシップを許可するジョブレター、まあ、契約書ですかね、を受け取ってますかということですけれども、
まあ、特にそういった雇用主が決まってるとか、仕事が決まってるとかっていうことではなければ、ノーにしておいてください。はい、次の質問ですね。こちらは、国籍のある国、日本で、専門学校や大学に所属していますか、まあ、要するに専門学生か大学生かということですね。まあ、専門学生の人、大学生の人はイエス、まあ、そうじゃない方はノーを選択して次に進みます。はい、これで応募資格のチェックは完了です。まあ、ここにも書いてある通り、インターナショナルエクスペリエンスカナダのワーキングホリデーのカテゴリーに当てはまる、まあ、申請ができるという結果になりました。なんでそのまま、コンティニューボタンを押して次に進みます。はい、e サービスということで、このページでは、申請者の個人情報、連絡先、パスポート情報、まあ、住所ですとか、学歴、職歴ですね、そういった情報を各項目ごとに埋めて完成させていくといった流れになります。それでは上から順番に埋めていきましょう。こちら、コンティニューフォームというボタンをクリックして先に進めます。はい、それでは上から順番に埋めていきます。まずはお名前、ラストネームということで名字ですね。あ、ペットで、ファーストネームが下の名前、キヒト。はい、埋めたら次へ。はい、上の生年月日のところなんですけども、こちらは変更できない状態になってます。これは最初に入力したものがそのまま保存されている状態なので、内容だけ確認して問題なければ次に進みます。はい、次が出生国、生まれた国ですね。日本で生まれた人はジャパンを選びます。次が、出生、市町村ですね。何々市とかって分からない人は何々県とか、まあ、東京だったら東京で大丈夫です。もし本当に分からない人はアンノーンとかって書いておいても、まあ、大丈夫です。はい、次が、性別、上から順番に、まあ、フィメールだったら女性、メールは男性ですね。まあ、あとアンノーンとかいろいろありますけども、これカナダ独特の選択項目ですよね。はい、どちらか当てはまるものを選択してください。たら次、はい、こちらが、婚姻状況ですね。まあ、現在結婚しているかしていないかとかっていったそういう質問です。まあ、結婚している人はマリード、結婚していない人、シングルの人はこの一番下のネバーマリードシングルを選択します。まあ、それ以外の方は各項目に当てはまるものを選択してください。今回はシングルを選択して先に進めます。はい、次が、パスポート情報ですね。今現在パスポートが手元にない人は急いで持ってきてください。はい、上から順番に、パスポートナンバー、こちらパスポートに書いてありますので、そのまま書いてある番号を入力します。はい、その下に同じ番号ですね、間違えないように入力します。はい、パスポートの、発行された国、これはおそらく選択されているかと思いますので、このままで大丈夫です。はい、次が、パスポートの、発行された日付、まずは年からですね。2015年の1月1日で、パスポートの有効期限、いつ切れるかですね。2025年の1月1日にしておきます。はい、次へ。はい、こちらはですね、もうすでに入力されて変更できない状態になっています。これは最初に選択したものなんですけど、まあ、上から順番に、現在の居住国、2番目が永住国ですね。で、一番下がパスポートの、発行国、パスポートの国名ですね、という感じです。まあ、これ一応確認していただいて、たまにジャパンじゃなくてジャマイカとかになってる人いるんで、
まあ、それだけ気をつけて、問題なければ次に進みます。次です。これ一応最後なので、セーブ&エグジットのこのボタンを押して、この項目を終了させます。はい、最初のページに戻りましたね。このステータスの項目のところ、グリーンのコンプリートという文字に変わっているのがわかると思います。これでこの項目は完了ということになります。はい、次の項目、コンタクトインフォメーション。こちらのスタートフォームというボタンを押して進めます。はい、最初の質問、まあ、利用する言語ですね。英語かフランス語か、どちらか希望の言語を選択します。今回はイングリッシュ、英語を選択しておきます。はい、次へ。続いて、E メールアドレスですね。いつも利用しているメールを受信することができるアドレスを入力しておいてください。はい、入力が完了したら、このセーブ&エグジットというボタンを押して終了します。はい、これで3つの項目が完了しました。それで最後ですね。アプリケーションディテールス、こちらを進めます。はい、これはですね、ワーキングホリデーのカテゴリーに参加できますということで、待機リストに登録するかどうかという質問です。なんで当然 Yes を選択して終了。はい、これで全ての項目が無事に完了しました。これ全部コンプリートになると、右下に次に進むボタンが表示されますので、このままこのコンティニューボタンを押して進めていきます。はい、こちらが規約と、まあ、それに対する電子署名みたいなもんですかね。上にいろいろ英語で長々書いてあるんですけど、まあ、これ別に読む必要ありませんので、下にスクロールしてください。すると、こちらに Please Select、選択してくださいという項目がありますので、I agree、同意しますをしっかりクリックして選択した状態にしておいてください。次が、署名。お名前ですね。最初がファーストネーム、お名前です。次が、名字。そしてセキュリティクエスチョン。これ最初に自分で作成した質問と答えの組み合わせの一つですね。はい。完了したらサインのボタンを押して次に進みます。はい。また同じような長い文章が出てきたんですけども、こちらは確認のページとなりますので、もし問題がなければ、このままトランスミットのボタンを押して送信して終了ということになります。それでは送信します。はい、コングラチュレーションズということで、これで応募が完了ということになります。このままブラウザを閉じて終了していただいてもいいんですけれども、一応念のため申請できたかどうかの確認までしてみましょう。こちらのボタンを押していただくとアカウントのトップページに戻りますので、一度クリックしてみてください。はい、ここにですね、先ほどなかった項目が追加されているのがわかると思います。これがですね、申請済みのアプリケーションということになります。で、ここを見ていただくとわかる通り、メッセージがニューとあるんですけれども、まあ、一つメッセージが来ていますということになります。このメッセージを確認するためには、ここ、アクションの項目、チェックフルアプリケーションステータス、こちらをクリックします。はい、この中を見ると、現在のそのアプリケーションのステータス、まあ、申請者の情報ですね、そういったのがあって、下の方にスクロールすると、メッセージの項目があります。今現在この IEC Welcome to Pool Letter っていうのがあるんですけども、まあ、これをクリックすると、そのレターの内容が見れるようになってます。クリックしています。これPDF のファイルなんで、まあ、見てるブラウザによっては表示の仕方違うと思うんですけども、はい、その PDF を開いていただくと、こういった内容ですね。これ自動で発行されたものなので、別に大した意味はないんですが、まあ、基本的には、インターナショナルエクスペリエンスのプール、待機リストに登録が完了したという内容になります。
今後ですね、いろいろ移民局から何か追加の書類があったりとか、まあ、応募したその結果ですね、まあ、当選したとかっていうメッセージはすべてここに入るようになりますので、まあ、その通知のメールは実際に登録した E メールアドレスに行くんですけれども、その内容はここでしか見れませんので、ここへのアクセスの仕方をしっかり覚えておいてください。はい。一度、じゃあ戻ります。アカウントホームですね。はい。今後移民局から届くメッセージを確認するためには、毎回こちらのアカウントのページにアクセスしなくてはいけなくなりますので、一応念のため、このページへの来方を最後にもう一度だけおさらいしておきましょう。それでは一度ログアウトしますね。はい、コンティニュー。はい、ログアウトが完了しました。一度ブラウザを閉じて、はい、Google で IRCC アカウントで検索します。するとこちらですね、サインインのページ。はい、サインインウィズ GC キー。こちらをクリック。今度はアカウントすでに持っているかと思いますので、ユーザーネームとパスワードを入力してサインします。はい、サイン。で、コンティニューですね。はい、規約に同意するの I accept をクリック。そして作成した質問に答えると。はい、また同じページに戻ってきました。こちらがアカウントのトップページとなります。まあ、毎回ですね、メッセージの確認のためにこちらのページにアクセスすることになりますので、この方法だけよく覚えておいてください。次ですね、多分おそらく1月の初旬ぐらいになると思うんですけど、最初の抽選で招待状を受け取ることができたら、同じようにメッセージが届くんですが、同時にこのトップページの中に本申請に進むためのリンクが表示されることになります。そのメッセージを受け取ってから招待に応じるかどうか、10日以内まで、10日以内に決断しないとなりません。辞退する場合は辞退というボタンがありますので、そちらをクリックします。このように自分の意思で辞退した場合は待機リストからは外れず、そのまま名前が残り続けて次の抽選に自動的に進むんですが、もし無視して招待状の有効期限が切れた場合は自動的に待機リストから外れることになりますので、再度応募の申請、待機リストへの登録をする必要があるので覚えておいてください。もし10日以内に招待に応じて本申請に進んだ場合、そこから20日が申請完了の有効期限となります。なんでとりあえず招待状の有効期限が切れないよう、しっかり通知のメールをチェックしておくようにしてください。はい、ということで今回は2020年カナダのワーキングホリデービザの応募方法についての動画でした。長い時間皆さん本当お疲れ様でした。以前の動画でもお伝えしたんですが、カナダのワーホリは日本人にはここ数年あんま人気がなくなっているということもあって、おそらく最初の抽選の時はまあ多少応募が集中して招待状が受け取れないなんてことがあるかもしれないんですが、それもきっと最初だけなんで、1月中に出発しないといけないっていう人でなければ、焦らずゆっくり進めてもらえれば大丈夫です。もし何かこの動画の中でわからなかったこと、もしくは追加で聞きたいことなどあれば、遠慮なく気軽にコメントしてもらえたらと思います。それでは次回、おそらく最初の抽選が行われる1月初旬以降ですね、また本申請の進め方の動画をアップしますので、またその時にお会いしましょう。それでは皆さん、さよなら。